どうも、ボルハバレーロめっちゃ歌うまそう。でおなじみレオザフトボールでーす。さあ始まりましたニュースザフットボール。こちらの動画は世界中のサッカーニュースを私レオザフットボールが独断と偏見でランキング付けをしてコメントさせていただくといったそういった動画になっております。よろしくお願いします。では行きましょう。第5位、ユベントス首位インテルとのイタリアダービーでブッフォン欠場へ。というわけでこれですね、やっぱりユベントスのねもう守護神ブッフォンなんで、ブッフォンがいないとこう大慌てっていう感じになるかと思いきや、今シーズンからですね、もう控えのキーパーにシチェスニーがいると。シチェスニーね、昨シーズンまでローマの守護神でして、非常にシュートストップがですね、反応がいい選手でですね、このシチェスニーがね、まあいるだけでかなり慌てなくて済むって感じなんですけど、そのイタリアダービー、今日ね、がっつり話していきたいと思います。まずですね、今、インテルが絶好調ですね。前節、キエボに5対0で圧勝しました。特にですね、インテルの、まあ強みとなっているのは前線の3枚ですね。本当チャンスを外さないイカルディと、両ウィングのですね、突破力と、クロスの精度どちらも素晴らしいです。左がですねペリシッチ、そして右がカンドレーバ。この2選手がすごくて、この2選手がですね、まあ、スペースのある状態でボールを持つともう止められないって感じで、またサイドからのクロスなんかにペリシッチなんか強いですし、カンドレーバのクロスの精度なんかも素晴らしいと、ね、イタリア代表なんかカンドレーバのクロスに頼るようなそんな戦術に一時期見えてましたね。で前節はですね出場停止と怪我で、バレーロとですねジョアン・マリオが、ダブルボランチを組んで、トップ下にブロゾビッチっていう感じだったんですけれども、今節はそこがどうなるのか。ガリアルディーニは戻ってくるんですけど、ベシーノがですね、まあ、怪我からの復帰みたいな形なんで、そこでどういう風に使うのか、ベシーノがそのまま使われるんだったら、ベシーノ、ガリアルディーニの、ダブルボランチにトップしたバレーロなんでしょうけども、バレーロね、1列下がった位置でもプレーできますし、ブロゾビッチが結構良かったので、その辺でもしかしたら、このね、ダブルボランチの布陣も変えて、トップ下の人選も変わるかもしれません。そしてですね、ユベントス、まあね、今一番インテルがいい状態の時に、ユベントスも当たると、ただユベントスもナポリに勝っていて、どういった戦術を取るのか。やっぱりですね、ショートカウンターとか高い位置で、ボールをね、奪われた際に、両サイドの選手が1対1になるっていう状況を、避けたいと思うんですね。その後、極力インテルにボールを持たせて、押し込ませることによってカウンターを狙う戦術のね、ナポリ戦のような形に、ユベントスは持ち込むのではないかと。両サイドバックですね、ユベントスの場合は、おそらくデシーリオと、最近の使われ方で言うと、まあ、アレックス・サンドロではなく、アサモア。アレックス・サンドロの場合は、移籍のね、問題、契約延長を渋ってるっていうところもあるのか、あんまりですね、使われ方的に重要度が高くない感じの使われ方していますね。で、インテルの場合は、長友から出番を奪っているサントンと、ダンブロージョ。ただ、両サイドバックに関しては、両ウィングに比べてちょっと役者が劣るっていう感じにも見えると思いますので、この辺でサイドの1対1の勝負、前を向いた状態でウィングがボールを持った時の対決っていうのが、勝負の鍵を握ると思います。インテルの勢いを考えれば、今回のね、イタリアダービー、ほんとね、ユベントスを破る大チャンスだとは思われるんですが、そこをですね、インテル用の対策をきちんと取れるのが、アレグリの強みですので、その辺のですね戦術的な駆け引きも含めて楽しんでいきましょう。というわけでいきます。第4位、バルサのアンドレ・ゴメスが冬の移籍市場で放出されない理由。というわけで、はい、ムンド・デポルティーボの記事ですね。コーチーニョを獲得したいバルセロナはですね、資金を作るためにどの選手を放出するかというところで、CEO のペップ・セグラと、オスカル・グラウト、そして監督のですねバルベルデが会談をしたと。そこでバルベルデはアンドレ・ゴメスを非常に評価していて、放出対象じゃないっていう話をしたらしいんですね。で、なおかつアンドレ・ゴメスをどうしても放出するんだったら同じレベルの選手が欲しいっていう話をしていまして、まあそういったところで、もしもですね、ゴレツカがですね、移籍金が、まあ契約のね、年数の関係で安く取れるんだったら可能性はあるかと。ただ、最近のね、このアンドレ・ゴメスのプレー、怪我から復帰したところを見ると、非常にモチベーション高いですね。アンドレ・ゴメス自体もバルサで活躍するために頑張るっていう話をしていますし、こういったところで、デニス・スアレスに関してもバルサを離れる気はないっていうふうに言ってますんで、この辺バルベルデのマネジメント非常にいいんだなっていうふうに思います。控えとされる選手たちにもですね、ちゃんとチャンスを与えて、それによって選手たちがそのチャンスを掴もうと本気になっている、そのね、光が見えてるからこそ残ると思いますんで、その辺でアンドレ・ゴメスとデニス・スアレス、こういった若手でこれからのですねバルセロナを背負う選手たちにとっては非常にいい環境なんだなっていうふうに思います。またですね、放出される選手、アルダ・トゥランだったりアレイ・シビダル、この辺の選手はですねバルサが、移籍市場ね冬
まで獲得できない、選手を登録できないっていう状況の時に来てくれて、夏に来て半年間ね、我慢して、バルサに貢献してくれた選手なんですね。確かに、今のね、連邦とかに見合った活躍ができていない、放出対象になるような選手なのかもしれませんが、ただそういった選手たちをですね、まあ今みたいな戦力外だったり、本当ね、そういう扱いしていいのかと、まあレシビダルには結構チャンス与えてますけど、その辺ね、ちょっとプロの世界の厳しさもあるなっていう風に、そんな風に感じます。アルダトランとかね、僕大好きな選手なんで、ね、もし次のチームとかね、どこ行ったとしても頑張ってほしいなっていう風に思います。というわけで、行きましょう。第3位。初招集の阿部裕之、ハリル監督の印象は要求が多いというか、要求が高いというわけで、はい、もうね、動画更新した、ちょっと後ぐらいにですね、帰国される、北朝鮮戦に向けて、都内でトレーニングを行ったハリルジャパンで、阿部選手がね、今回初招集された川崎の左ウィングの選手がですね、こういうふうにコメントしています。要求が多いというか、要求が高い。そして全部を聞いてても、自分の良さが出なかったら意味がない。そこはうまくやれたらなと思います。というわけで、うまくやれたらなと思います。というわけで、まあ、この北朝鮮戦、このね、見どころといいますか、注目選手、何人か挙げたいと思います。まず一人目は、伊東純也ですね。これなぜかと言いますと、日本のやっぱりウィークポイントが右ウィングで、右ウィングからのチャンスメイクというのが非常に少ないです。そういったところで伊東純也のですね、まあ、本職の右ウィングで、ドリブルでの推進力があって、チャンスを作れる選手というところでですね、ここで、ちゃんとね、チャンスをつかむというより、むしろですね、日本の武器が右サイドになるぐらいの活躍をして、ハリルに呼ばなきゃいけないというふうに思わせてほしいなというふうに思います。川崎の小林優もですね、ワントップにサイズを求める、ハリルホジッチですので、そう考えると右ウィングでの、自分のね、役割っていうのを見せて、点を取れるっていうところ、ボールがないところでの動きの、良さっていうのを出してですね、前にハリルジャパンに呼ばれた時は、そういったところで素晴らしいところを見せてくれましたから、その2選手、かなり注目だと思います。そしてもう一人は、ミサオ選手ですね。ミサオ選手、鹿島のですね、まあ、アンカーっては言わないですね、ダブルボランチの一角で、結構守備的な役割を担ってる選手なんですけれども、やっぱり、長谷部のね、後継者がいないっていうのは、常々言う問題ですので、このミサオ選手のような、こう、バランスを取りながら、激しくボールを奪ってですね、縦にパスを出せる選手、こういった選手がですね、若手で出てくると非常に面白いと思います。本大会でですね、守備的な布陣を敷く場合、4-1-2-3 とかになりますと、長谷部に何かあった場合、そのワンアンカーをなかなかですね、任せられる選手いませんから、そういったところで、ミサオ選手がここからですね、飛躍するっていうのを、願いたいと思います。というわけで、行きましょう。第2位。イブラヒモビッチは起用できる。モウリーニョが主力の復帰とダービーへの意気込みを語るというわけで、こういうふうにモウリーニョ監督コメントしています。ズラタンとフィル・ジョーンズは起用できる。フェライニは9日にならないと判断できない。キャリックとバイリーは起用できないが、負傷を抱えているマティッチはプレーできるというわけで、そしてですね、マンチェスターシティもやっぱりダビド・シルバーね、欠場かって言われてましたが、復帰するようですので、ね、ある程度予想スタメン考えられるかなと思って、僕今回用意しました。こちらです。はい、マンチェスターシティの場合は、まあ、ベストメンバーで、まあ、ストーンズが怪我してまして、コンパニーも微妙なんですね。なんで、コンパニーが本当に出られないとしたら、オタメンディがコンパニーの位置、そしてオタメンディの位置にマンガラが入るかなっていう、そんな布陣になると思います。ワントップに関しては、アグエロの方が最近かなり使われてる印象がありますので、重要なところで、最初アグエロで行って、途中から得点が必要な時は、ジェズスを投入して、2トップのパターンもあるかなって思います。で、ユナイテッドの方ですね。ユナイテッドに関しては、やっぱりこの試合、マンチェスターシティの弱点を考えても、引き込んで、そこからのですね、長い距離のカウンターで、まあ、スピードだったり突破力のある選手、そういったところを生かすような、そんな戦術を取ると思うんです。そうなると、3バックでですね、ロホ、スモーリング、リンデロフで中央をがっつり固めて、で、相手に押し込まれた場合は、ヤングもバレンシアも下がって5バック、で、マルシャルとラッシュフォードが、ウィングの位置まで下がって、そこからのロングカウンターで、マルシャル、ルカク、ラッシュフォードっていう、こういったですね、この突破力、スピード、ドリブル、そういったところをですね、強みがある選手たちを、生かしていくと思います。なのでね、マタだったりリンガードとかいるんですけれども、この2人にしまして、で、エレーラのところは、フェライニが間に合ったらフェライニにすると思います。その理由はやはりセットプレーですね。特にコーナーキックからのセットプレー。普通のセットプレーだったらラインを高く上げてオフサイドを、取るような、そんな形で守るのが今のシティなんですが、コーナーキックの場合はオフサイドがありませんので、そうなるとユナイテッドは極力ですね、ピッチ上に、空中戦の強い選手を置いて、そして、コーナーキックのですね、チャンスを生かすっていう、そういった戦い方をすると思います。サウサンプトン戦を見ても、ウエストハム戦を見てもですね、そういったコーナーキックからの、セットプレーでの、対応にですね、非常にマンチェスターシティ不安がありましたので、やはりがっつり守って、相手のですね、攻撃を防
防いで、そこからカウンター、そしてセットプレーで、得点をしていくっていう、なんでね、あの支配率では圧倒的に負けるとは思うんですが、そういったチャンスをですね、相手の弱いところをついて確実に決めるっていう、そういったサッカーをすると思います。またこのイブラヒモビッチがいるというところで、もしもですねリードされた状況でも、ピッチ内のね選手のモチベーションを、上げることができる、あのブラジルワールドカップでドルグバ途中から出てきた時みたいな感じで、イブラヒモビッチが途中から出てくることによって、相手へのね、威圧と、そして味方の鼓舞っていう、このね両方のこのメンタル的な良さもあると思いますし、当然空中戦も強いので、最後の最後まで目が離せない試合になると思います。楽しんでいきましょう。というわけで最後いきたいと思います。第1位、香川真司のアーセナル行きも新スカウトアフルスドルトムントからの補強を否定せず、というわけで、はい、ドルトムントのねスカウトが、アーセナルに移ったっていうニュースはこの間紹介しました。そのですねスカウトのミス・リンタートさんが、フルスからの補強を躊躇することはあるかという質問に対してこう答えています。フルスには最大限のリスペクトがあるよ、すべてにおいてね。だけど今はライバルであることは事実だ、可能性はある、というわけで、はい、このミス・リンタートさんがかつてですね獲得にこだわったって言われているのが香川ですね。そして今エジルの放出の噂が出ています。冬に出ていくか夏に出ていくかは分かりませんが、そういったところで、エジルのポジション 3-4-3 のですねシャドーストライカー的な位置ですね、中盤でのゲームメイクから前線に飛び出していってストライカー的な役割をする、この役割ですね香川が今ドルトムントでやってる役割と非常に似ている、ところがありますので、その辺でピタッとハマるだろうと。また、香川自体もですね、ベンゲル監督に前誘われててユナイテッドを選んだっていう経緯がありますので、その辺考えると、このね、今の香川を、ベンゲル監督がどう評価してるか、ミス・リンタートさんがどう評価してるかによっては香川ファクトがあるかなって思います。ただ、アーセナルの第一候補は、夏にオファーを出したことからも分かるように、モナコのルマルだと思うんですね。レマルの方がいいかな、言い方的に、レマルだと思うんです。なのでレマルのですね、まあ、競争率次第パリ・サンジェルマンだったりリバプールとかいろんな噂が上がってますんで、こういったチームとの獲得競争に敗れた上で、香川真司の移籍金でですね、アーセナルが適正額だなっていうところを、ドルトムントが提示すればあるかなって思いまして、香川のアーセナルユニフォームはすごく似合わなそうですけど見てみたいなと思って、このニュース紹介しました。またもう一つですね、このニュースの流れから、やはりドルトムントというとオーバメアンに関してはエバートンが獲得に乗り出したっていう話がありますね。この監督のサム・アラダイスもないとは言い切れないみたいなニュアンスのコメントをしていまして、このねエバートン今度リバプールとですね、マージサイドダービー戦います。そのためにですね僕あの試合チェックしました。まずオーバメアンに関しては、ワントップを担わされると思うんですね、取ったとしたら。で今それをやってるのがカルバート・ルインという若手でして、非常にスピードがですねありまして、このね引いて守った状態のエバートンがロングボールでカルバート・ルインの、このスピードを生かすような、このスペースにボールを出すみたいな、そんなサッカーをやってまして、これがですねカルバート・ルインこの間の試合も1ゴール1アシストっていう非常にいい活躍したんですが、オーバメアンに非常に合ったサッカーには見えますので、この辺でカルバート・ルインがですねこの冬の移籍市場が開くまでですねサム・アラダイスを納得させる、このね、オーバメアン取る必要ないっていう風に思わせるような活躍ができるのか、またオーバメアン自体もレアルに行ける可能性っていうのが今のレアルのね補強の、状態、このベンゼマとクリスティアーノ・ロナウドのところにもう一人フォワード加えたいっていう状況を考えますと、大チャンスだっていうオーバメアンのねおじいちゃんとの夢叶うっていうところになりますので、その夢がついえてなおかつ他のチームが手を挙げなくてドルトムントも出していいよって言ってエバートンが取るみたいな、そんなね、そういう状況までなんなきゃいけないんで、なかなか厳しいだろうと。でその他の話題に移りますと、まあツイッターでも言ったように、元ねレスターの監督のシェイクスピアがすぐにですねエバートンのコーチに就任して、客席からこうインカムでですね監督のサム・アラダイスにこうアドバイスといいますか指示を送ってるんですね。指示っていうかなんかこうピッチ上から見えない俯瞰で見えるそのですね戦術的な分析をしてるっていう感じでして、まあそういったところで途中からですねシュナイデルランを入れて4123からダブルボランチの4231に修正したんですね。それによってインサイドハーフのルーニーが2トップの位置に行って非常にですね特徴を生かすような活躍をしていましたし、シュナイデルランとダブルボランチを組んだことによってゲイエがですね後輩に動き回って、まあ、カンテみたいなプレイヤーですから非常にですね守備で効いてたっていうところありますので、あのですねピッチ上で監督が見て、戦術分析官が、こう上にいてですねそこから指示するみたいな、この形が今後ですねエバートンの、この躍進を支えるみたいになったらいろんなチームが取り入れるようになるかなっていうふうに思いまして、もしかしたらやってるかもしれませんね。あんな露骨にやってるチームがなかなかないだけで、監督ここインカムつけてみたいな、なのでそういったところでエバートンとねリバプールのマージーサイドダービー、リバプールのねタレントにばかり注目がいきますが、エバートンのその辺もね見ていくと楽しいかもしれません。レオザフットボールでした。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。そしてコメントチャンネル登録よろしくお願いします。他にもレオザトゥーフェイスの音楽とかレオザゲーム TV のゲーム実況、こちらも気になるよという方は下のもっと見るからぜひ。